どうもありがとう。どうもありがとうございます。おい、こんばんは。お久しぶりでございますね。ブラックメイズの単独ライブっていうのは、この間の2枚目のアルバム出した後に、川崎と大阪でやったあれだから3年ぐらいですかね。それ以降にオーケストラと一緒に1曲やったり、なんだっけ、去年の七夕ちょっと別のエクストラというイベントで数曲やったぐらいで、1時間以上ライブやるの久々なんですけれども、また3年年を取ってしまいましてですね体力持たないんだよ。ですね、今回はですね、ブラックメイズの3枚目のダークネス&スターライトから中心にお送りしようと思うんですけれども、一部どうでした？よかった？チェリズムとアンテさんね。チェリズムはなんかちょっと意外だったんじゃないか。そうでもない？チェロをね、チェロ4人っていうのがまず珍しいでしょ、ね、それでなんかアンプに通しちゃうっていうのもすごいでしょ。受けたら CD 出そうかなと思ってるドッグヤーレコードですあとね、リミックスのアンテさんはこの間FF のリミックスアルバムをやってもらった、イギリス人のイアンとイタリア人のマットさんの2人でやってもらったんですけど、外人はかっこいいなやっぱり絵になるな、悔しいけどね頑張るよCD もね、この間確か出てるはずなんだ。もしね、よければ買って、ありがとうございます。今日はね、偶然あれなんだよ、池袋の芸術劇場でドラゴンクエストさんがコンサートで、その本番が夜あるんですけど、そのお忙しい中、本番前に今日杉山浩一先生が2階の一番前の席に用意します。アホが見る本番前に横浜にいるわけないじゃんかね、同じスクエアニックさんですからね、横浜と池袋で頑張っていこうかなと思ってるんですけれども、直感の MC は体力回復のためにちょっと長めにしてくれってハニーから言われておりますんでハニー頑張りましょうか。ちょっと待ってね、音色を切り替えるからね。じゃあどうでしょうか、次の曲皆さん準備よろしいでしょうか。じゃあ行ってみましょうか。次はですね、このライブのために、岡宮みっちーがちょっとアレンジを変えてきました。何でしょうか、聞いてみましょう。
暑い夏は暑いな。あー暑い。この衣装っていいでしょ、ね、オリジナルだぜ。あ、なんだこの手ぬぐいは。これがね、ブログ読んでくださってる方は知ってると思うけど、もう根付けが最後まで揉めて揉めて、あのね、儲けようと思ったら1000円欲しい。ところがね、でも1000円ってほら、ねえ、できればこう札じゃなくて玉で買えると嬉しいじゃないですか。だから500円に、まあ結局500円になったんだけど、800円あたりで売りたかったんだよね。ところがさ、そのブログとかに書き込んでくれてる人で、手ぬぐいは100円にしてくださいって言うよ。100円じゃ元取れねえっつうの。まあね、あとでグッズ、あ、これは売り切れちゃったのかな。あの T シャツとか、パスケースかとか CD とかいろいろ売ってますんで、よろしければ皆さん、物販のところで見てみてくださいね。今日はね、なんとね、僕の姪っ子が売ってるんだぜ。さて、どれが僕の姪っ子でしょう。じゃあここでメンバー紹介しましょうか。まず羽生田新太君。こんにちは。しんどい。こんなに暑い中、大勢の方に お集まりお祭りいただきまして、誠にありがとうございます。まあ、先ほどね、宇那さんもおっしゃってましたけれども、3歳年を取りましたので、その分、スタミナが若干不安でありますけれども、最後まで精一杯、頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。次は川森啓司君いきましょうか。はい、皆さんお疲れ様です。ベース川森です。毎回僕言ってるんですが、土曜日ということでサラリーマンの僕は本日休日出社ではあるのですが、最高の休日出社ですね。本当こんな休日出社だったらもうすいません、噛んでしまいました。毎週してもいいかなと思います。まだまだ曲ありますんで、盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、次はですね、この度めでたく学校の先生になってしまいました福井先生お願いします。この紹介はちょっと MC しにくいですね。はい、めでたくなんでしょうかね。後進の指導に当たることになりました。先生の福井です。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、大阪弁ではこんばんは。はい。オリンピックが始まりましたね。ワンシャンハオ。はい、どうでもいいとこまで行ってしまいました。こんなことを学校で教えてるわけではないんですけど、ね、結構今体験授業っていうのをね、学校なんでやってるんですよね。で、クロマ同士みたいになりたいんですみたいな人やっぱりいはるんですよ。曲作ってライブやって、何なんかね、生活が成り立つ。ね、やめた方がいいですよ多分。こんなん熱いですもん。休みもね、なくなるしね。まあそれでも夢を追い続けたい人、夢をね、夢を諦めてか、まあ噛みすぎや、夢を、諦めない人はぜひ来てください。一緒に勉強しましょう。ということで福井でした。どうもよろしくお願いします。それさ、今のさ、学校名とか言ってないんじゃない？あ、大事なこと忘れてましたね。来年の4月に、東京新宿に開校いたします。モード学園、違うな。学校法人春東京ミュージック学部、どうぞよろしくお願いします。そしてですね、次にその隣の、今日はなんかわけわかんない新兵器を持ち込んでブカブカ言わせてますけれども、
岡宮道夫です。難しいんですこれ、すいません。本当に暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。福井さんみたいなうまいことができないんですよね、すいません。とにかく今日頑張っていきますんで皆さん、応援してください、よろしくお願いします。岡宮君が今使ってた新兵器をですね、トーキングモジュレーターというエフェクターでですね、昔僕なんかが中学生の頃ジェフベックとかそういう人たちがよく使ってて、一時期流行ったんですけど、なんかね、本当か嘘か知らないけど都市伝説かもしれないけど、あれを使うとなんか脳が揺れて頭悪くなるバカになるっていう噂が本当に流れたんですよ。そうなんです、それのおかげでもうなんかラリパッ、あ、いや、あとでライブ終わった後に岡宮君に1から10までの数字を読み上げていってもらいましたね。それではですね、最後に、最後じゃねえや、もう一人のギター、関戸剛。どうも皆さんこんばんは、関戸です、ありがとうございます。今日は来る時にちょっと雨がちらほら降ってたんで、ちょっと雨なら嫌だなと思ってたんですけど、本当にいい天気になってよかったです。世の中には科学で説明しきれない不思議な話があるんですが、これはまた後ほどお話ししたいと思います。とりあえずメンバー紹介に移りますが、キーボード、オルガンで植松信夫。はい、よろしくお願いします。植松です。この間 のサードアルバムの発表イベントタワーレコードでやった時に、ライブまでに7キロ痩せますという公言しましたけれども、無理でした。とりあえずですね、乗馬ってあるじゃないですか、乗って馬みたいに、え、俺やってんだよ。で乗馬だけでどこまでこう痩せるかな、3ヶ月でと思ってやってみたんですけど、確かにね、痩せはするんですよ。体重はね、一番太ってる時と、毎日つけたんですけど、一番太ってる時と一番体重が落ちた時で4キロ違うの。でもまあ平均取るとね、やっぱり 2. 何キロぐらい痩せなくはないけど、そんなでもないみたいな中途半端な結果に終わりましたね。これ以上痩せようと思ったら酒か、酒やめて運動しなきゃだね。ライブ本当にね、これ痩せると思うよ、すごい足だもんね、さっきからね、毎日やろうか。はい、こんな6人で頑張っていきたいと思います。すごい発表がありましてですね、この今までこう一部とブラックメイス出てますよね、この先出るゲストってこれより人数が多いって信じられます？何が起きるんでしょうかね、まだもっと後だけどね。じゃあ休憩も取ったところでやりますか。あ、そういえば僕曲名紹介してませんでしたか、言わなくてもいいですか。大丈夫ですか。はい、次から紹介しましょうね。次の曲はですね、銀龍戦ですね、アソールト・オブ・ザ・シルバードラゴン、行ってみましょう。
はい、ありがとうございました。珍しくしっとりした曲を。しっとりした曲は間違いが目立つから大変ですね。でもなかなか綺麗な曲じゃないですか。綺麗な曲って自分で言うなっちゃいましたけど、やっててなんかうっとりしちゃうんですよね。ですね、さて皆様、人間には108つの煩悩があると言われております。大変長らくお待たせいたしました。人間の煩悩の数と同じ108つのネタを持つ男、関戸剛のコーナーです。はい、どうもこんばんは。そうですね、もうこういう前振りにもすごい慣れて落ち着いたもんです。クローマのバンド練習は皆さんメンバーのスケジュールがなかなか合わないので、だいたい夜9時ぐらいから、0時深夜までやるんですけど、ですね、今日は横浜ブリッツのこの大きな舞台のために一つネタを用意してまいりました。はい、ちょっと怖い話が苦手な方はトイレ休憩に行かれてもいいかもしれないですけど、今でもよく覚えてるんです。3日前の水曜日の深夜なんですけど、川森と機材を、練習の後に会社に戻しに来たんですね。で、僕たちはブースっていういわゆる個室があるんですけど、そこへギターを持って入って、パソコンのメールをちょっとチェックして、でさあもう今日は終わりだと帰ろうとしてたら、蛍光灯がふっと消えて真っ暗になりました。で、あれと思って出たと思って、で3秒ぐらいしたらまたパッてついたんですね。で、あっと思って天井見たんですけど、次もうパソコンのモニターがひょっとして知らない人映ってたらどうしようとか思って、もう見れないんですね。それでもう帰ろうと思ってカバンをそーっと担いで、そーっと立ったら立てかけてたギターがガシャンってひっくり返って、この傷がその傷なんですけど、でそーっとブースの扉に近づいて、もうノブも見れないんですね。変な形に変わってたらどうしようとか思って、でそーっと開けて川森のブースへ行って、もう今日帰ろうって言って、なんか出るでって言って、川森君、僕は今日はまだ練習していきますと、マジでとか言って、じゃあお疲れって言って、僕はすぐタクシーに乗ってピョンって家まで帰ったんですね。で自宅へ戻って玄関の扉を閉めて、しまったと思って、タクシーの領収書もらうの忘れたと思って、これがないと会社でタクシー代出してもらえないんですよね。まあ慌てることもありますけど、皆さんもタクシーを降りるときは領収書を必ずいただきましょうという、そういうお話でした。はい、どうもありがとうございました。関戸剛の108つのネタっていうのを108つ録音して iTunes で流したら面白いかなと思って、その際はダウンロードしてください。さてそろそろ準備の終わりでしょうか。さあ皆さんお待たせいたしましたね。これはすごいぞ。長い曲なんで今日最後の曲です。やりますよ。やります。ダークネス&スターライト。Thank you.
と東軍の戦いは日増しに激しくなっていた。西軍のガルー城の戦士ドラクは激戦の戦地で母国に残してきたマリアのことを思う。西軍は敗れ、マリアの城は東軍の支配下に置かれた。東軍の王子ラルスとの結婚を強いられたマリアは、ドラクへの思いを捨てきれず、毎晩夜空を見ては恋人を思う。愛しいのI'm not afraid to die.
残ったわずかばかりの西軍兵士たちが最後の力を振り絞りガルル城に攻め入った。その先頭に立ち雄たけび者とも東軍兵士をなぎ倒していく傷だらけの一人の勇者、戦士トラ君を超えてきたのだ。マリアどうかこの日を信じてと、マリアはこの私の妃になるべき人だ。命尽き果てしい戦いであった。しかし勝負は時の運である。深手を負ったドラクーの放った最後の一突きがラルスの胸を貫いた。私の負けだドラクー、マリアを離すなよ、約束しよう、
もう一回やりたいね、オペラ。気持ちいいんだって、あの終わりが、締めくくりのところが。マジで？いくら欲しい？揃ってるのか？羽生田はいないのか？あ、いるわ。はい、ちょっと待ってね。アンコールね。もちろんもう用意されてるんだけどさ。はい、行きましょうか。行ってみましょうか。
ついでにもう一発いっちゃおうか。